皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青にオンライン財宝の試練やっていきたいと思います。今回ラスカルスキンゲットしたのでやっていくぜ。さあガッティガッティフワガッティということって、どんなステージだったっけ。さあクワガッティ襲ってくる石像を使って檻から逃げ切ろうということで、なるほどね、そういうやつね、あったね。そういえばね、この止まり木のね、お気持ちのこの木みたいなのがね、さあ行くぞ。さあ本当はここにやって下ろすっていうのが一番いいんだけども、危ない。あいい5周年 OK で、ここで1個開けといて、いいよ。でこの直線上に入ってくるから、そうだね。さあこっち行っといて、一瞬 OK。 さあ3体目どうなるの。さあ、7、8と出てきたぞ。よし。うっくー、きついね。よっ。いいよ、落ち着いて。大丈夫、クワガッティも、きっと手間取っているだろう。そして、ここで、銅像が邪魔をしてくる。そこだったね。そこにあるよね。よっ。やばい。間に合うかな、これ間に合うかな。うおら、よし、これでできるだけ距離を空けて、あー無理ー、やばいやばいやばい。できればね、一番いいのはあそこでフワッティを閉じ込めちゃうことなんだけど、右から行った方がいいね、絶対ね。さあ、ここで早くしないと、イエー。どうなんだろうな、ここ一周して、いやー間に合わないよね。一回そうやってみる。私の寸法なんですけども、こうやってでカチャンってなるじゃないですか。でここを一周、はい、いやー無理だよね。いける、これいけてる？どう？いけてないね。さあここでパチンになってって、であれか、ここで3体目が出てくるかどうかわかんないんだけど、よし、まあ、とりあえずなんか結果オーライ的な。さあそのまま直進して、はい大丈夫、距離的には十分で、ここで、はい、オッケー、ここでオッケーだぜ。うん、バカめ。あばよ。さあ、最後に、自信をくれてやろう。サラダバー。じゃあ、ジェム300個。さあ、そして今回は宇宙鬼かな、宇宙人鬼みたいな感じかな、ミュータント鬼。さあ、丁寧にボムを運ぼう。ボムの置く場所に注意しながら脱出しようぜ。ということで。さて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 、丁寧系だね。ここはもうあれだよね、 OK、 ここ止まっちゃいけないよ、丁寧に運ぼうって言って、なんか一回止まるとあそこゲームオーバーになっちゃうから、はい、これで、はい、変わっていいよ。でここはどうなる、そうなるのね。 OK、 おーね、丁寧に運んでって言ったでしょ。ということで、一歩でもこれ別の方向から動かしちゃうと、もう今みたいに、積むので、本当にここは丁寧に言いましょう。まあ、丁寧に行くってなんか、そういうことみたいな感じだけどね。まあ、一個ぐらいね、なんかミスしても、いいじゃんぐらいな気持ちは持ちたいけどね、サイクス。必ず自決用のね、この針があって、でここはこうだね。まあここもね、だいぶなんつうの、このラスカルじゃなくて、なんだっけ、こうなってるから、この爆弾のこの最後のこの銅像の位置だけ丁寧だね。
丁寧にしないと。まあ言うてここに置いときゃ大丈夫なんだけどさ、まあ、とりあえず3つボムる、ボム、 OK。 さあここで出てきて、あとはこうやって避けるだけ。あわよ。さあそして手つないでって、この後ろ姿に、青鬼の悲しい後ろ姿を追いながら、私は針の上でも無敵だ。ん、なんで？びっくりした。なんで？オッケー、消しゴム。さあ、最後やっていこうぜ。小微動にかな？おう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 。いきなり飛び出て。さあ、ちびおにが扉の前にいるので、注意しながら鍵を集めて扉から脱出しよう。ということで、ここもまあ、配置を覚えてれば、配置どこだったっけな？さあ、ここで、右、左、右かな？オッケー、行くぞ。で、注意し、一応一つ注意していかなくちゃいけないのは、チビ鬼が出てきちゃうので、右、左、左、で、ここにあるので、とりあえず一回やっていく。で、右。ここもなんか隠しあったっけ？ここ一箇所だけかな？こっちにはないよね。ないよね。そうだよね。オッケーオッケー。そして、ここのステージ、今何秒？ 140 秒で50秒しか経ってないけど、もうすでに青霧が多分出てきちゃってるので、そこは気をつけ、さすがにそんなことないか。前はすっごい早かったからね、ここね。オッケー。さあ、何もなしすぎん？こいつらもかわいそうだよな。これがなきゃね、俺が間違えなければこいつは出番ないからね。そして一定の方向に向いている。なんか怖いね。左に何があるんだ。さああとはここに、えい、オッケー。さあクリアだ。あばよ、かわいそうに。さあ出番をあげよう。こっちへ行こう。さあどうだ。あーもう無理。あー OK、 最後出番あげたかったけど、そんなことも関係なくクリアしてしまいました。 OK、 そしたら本日ここまで。こんな感じで明日も財宝の試練やっていくので、ぜひぜひまた見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。